皆さんこんにちは、ワダルグルビーズです。では今回は新ギレンの予防ベリーハードチャレンジレベル将軍編続きをプレイしていきたいと思います。地上での戦いはジャブローの攻防戦を制して完全に連邦軍の勝利と、そういう決着になっています。宇宙での戦いなんですけども、ルナ2を包囲していたジオン軍、これを突破してですね、少しだけ戦線をご覧の通り前に進めています。この後はこのまま画面の左側を移っていって、まずはサイド方、さらにソロモン、ここまでね、軍をえちらおちら進めていく必要がありますので、大攻防戦を展開していきましょう。では時間を進めます。主力のモビルスーツ隊なんですけども、でまずですね、やはり何といってもダブルゼータのジュド、これにゼータガンダムのカミーユ、この2機を中心になんとかね、敵を突破していきたいというところですね。まあ中でも、ビグザムですね。これをどう的確に処理していくかというのが、まあ一つ、近々の課題になるかなと思います。これにマフティ、まあハサウェイですね。それとバナージ。この2人にはガンダムタイプのモビルスーツを優先的に配備して、しっかりね、パイロットの優秀さを発揮してもらいたいなというふうに思っています。バナージはガンダム、ハサウェイはアレックスに乗ってもらっています。で、もちろん他にも優秀なパイロット、まあ例えばですけども、ヤザンなんかもガンダムタイプのモビルスーツに乗ってもらいたいなというところでしょうか。ここはビグザムに対してダブルゼータが格闘で仕留めに行った、まあそういうところですね。ビグザムと、あとトクワンが乗っていたビグロ。これをまとめて撃破したシーンです。では、このまま少しずつ前に出ていきましょう。父として前に進まない状態続いています。まあ、これを打開する、まあ、最後の一手としてですね、ホワイトベスタイを解体することにしました。ガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、そしてホワイトベース、それとその乗組員たちですね。彼らが、まあ、新しく配属できるようになりましたので、これをちょっと使っていきます。まあ、少しでも前線に送れる戦力を増やしたい。まあ、そういう思いですね。で、あともう一つですね、ジオン軍側なんですけども、まあ、ついにジオングまで出てきてます。こういう狂気体もね、敵出てきてますので、うまく対処していきたいと思います。さあ、ジオン軍側なんですが、次々に新しい機体投入してきてまして、ここにノイエジール、ガトーがいるんですよね。これが本当に落とせない。まあ、なんとかね、実弾兵器で落としていきましょう。
強いですね、やっぱり加藤。さあ、大激戦を制してようやくサイド4までやってきました。ここには、ビグザムがいますね。このビグザムは、ゼータとダブルゼータの格闘で仕留めておきましょう。その他の部隊は前進します。まあ、敵もね、ここまでの大消耗戦で、だいぶ疲弊はしているとは思うので、このまま前進できれば、あるいはソロモンの陥落というのもね、まあ、間近に迫っている状況ということも言えると思いますので、このまま前進します。ここまでだいぶ長かったですね。今日も収録時間すでに、この時点で2時間を超えているという、もう本当に大激戦中の大激戦なんですけども、このまま前進を進めていきましょう。で、宇宙でもですね、徐々にではあるんですけども、まあ支配範囲というものを広げていこうかなと思ってまして、まあさらにですね、ジオンを追い詰めていく。ジオンの持っている資源の回収ポイントを減らしていこうというふうに思ってます。では、入れる機体からソロモンに入っていきます。とりあえずソロモンの生産、これをね、止めておきたいというところですね。ようやくここまでたどり着いたので、まあ、しっかりととどめを刺しておきたいですよね、いろんな機体にね。さあ、ソーラーシステムの発射ですね。だいぶ数減らせたんじゃないでしょうか。ソロモンの防衛機能は完全に沈黙しました。技術開発も既存 MSMA ともにレベル20まで来ましたね。情報をサボっていたので、ここからは情報をしっかり行ってですね、適正技術のレベルアップも行っていきます。ではソロモンに向けて全部隊突入です。あらゆる角度から侵入しても十分に余裕を持って制することができる程度に部隊整えることができましたね。まあ、ここまでのソロモンにたどり着くまでがね、すごい激戦だったんですけども、まあ、この激戦を制したことによって、こっからの戦いがすごく楽になりそうです。部隊数120まで増えましたね。一方ソロモンの防衛部隊は防衛砲台などを含めても37という状況です。では、ここから一気に殲滅戦に持ち込んでいきましょう。まあ、ただ油断できないのは敵もケンプファーとかね、まあ、パッと見だとパーフェクトジオングなんかもいるように見えるので、このあたりの狂気体相手にしっかり勝ち切らなければいけない。この後の戦いも見せると余裕を持って勝ち切りたいっていうところありますからね。ジュドウがケンプファー2機、これキャラなしですね。これに挑んでいきます。まあ、ケンプファー強いですけど、まあさすがにダブルゼータジュドウと敵ではないですね。シーマとロベットがいましたね。ここはパーフェクトジオングです。ただこれも撃破。ザンジバル海にはドライゼ、これも撃沈です。ギャンマリーネなんかももう前線に出てきてますね。ここにはギャンクリーガーにパーフェクトジオング。ここも本当に強力だな。ここ突破しないといけないので、頑張って突破していきますか。ジュドウをこっちに当てたいかな。パーフェクトジオングもいるしね。ケンプファー、ゲルグイエーガー、ここも強力ですね、ただ。もうどこを見ても強力な、まあユニットしかもう残っていないっていうのがね。本当に戦いづらいところではありますが、まあなんとかここを突破しないと先に進めないので、まあ多少の犠牲はもうこの際出てもいいので、突破戦を強引に仕掛けていきたいと思います。ゼータがマップの右上に敵を引きつけてくれたおかげで、マップの中心部に敵少ないんですよね。ここに今バナージがガンダムで突貫をかけてるので、ここうまくはまればですね、先に敵の基地制圧できるかもしれないですね。
ちょっとうまくここは、バナージを先行させましょう。ゼータも今基地中心部に迫っていってますからね。シーマとロベルト、撃破でーす。ここ強力なケンプファとゲルグイエーガー。ここ突破できればだいぶ敵の戦線を崩壊させることできるかな。それと、なんといってもこのギャンクリーガーですね。ここも受動のダブルゼータ使っていきます。パーフェクトジオングもいるしね。射撃戦である程度前衛削ってパーフェクトジオングに直接格闘攻撃入れたいかなというところですか。なんとかパーフェクトジオングをここで仕留めたい。仕留めましたね。ゲルググイエが生き残しがもったいなかったな。ビグザムが生まれてましたね。このビグザムは要注意だな。まあ、絶対にいいマップ攻撃を食らわないような位置取りをしながら進んでいきます。ここに来て一気に戦力を失う、まあそういう可能性を秘めているのが、このビグザムですからね。まあ、ビグザムを撃つのは、ダブルゼータにやってもらいたいかな。ギレン総帥もここに入ってますね。まあ総帥自ら。まあ場を空く攻防戦ではなく、この、ソロモンの攻防戦に、出てきてくれているっていう状況なのかなと思います。ギレンに、ゼータの神湯。もうギレン総帥も、グアジンではなくて、チベに乗ってるっていう状態ですね。さすがでも、ギレン総帥ですね。ダブルゼータの射撃戦を、まあ、3分の1程度のダメージでしのいでますね。格闘を入れて、ようやく撃沈でーす。次のターンでどうだろう。ビグザムが基地中心部に居座る形になっちゃうかな。なっちゃいましたね。そして、撃沈されるという。まあ、多少の痛手は出そうです。まあ、ただここは、ゼータとダブルゼータ。これ、ダブル格闘を入れて、この戦い、終わらせましょう。ここにせっかくなんでバナージなんかも入れて、まあ、本当に、オールスター級の戦い方をしていきましょうか。カビーユ、ジュド、バナージ、マフティ。これは、ゲーム開始当初のメンバーではないか。まあ、彼らのね、活躍なくしてここまで、戦況をうまくコントロールすること多分できなかったと思うんで、まあ良かったですよね。まあ今のオールスターチームを派遣すれば、まあ間違いなく、いくら、ビグザムやビグロであっても確実に撃沈はできると思うので、まあ、無駄にというか変にというか、他の機体で攻撃するようなことはしないでおきましょう。逆にね、他の機体で攻撃すると、格闘が他の機体に回ったりして、いいこと、起きないこと多いので、ここはね、もう自重します。ドズルの乗るビグザム。ここに、攻撃を仕掛けましょう。アレックスを前衛に持ってきてもよかったかもしれないですね。バナージのガンダムを前衛に持ってきてますけど。まずはビグロを射撃戦で仕留めてます。ビグロはね、ビーム兵器効きますけど、ビグザムにはビーム効かないので、やっぱりこの格闘戦で仕留めざるを得ないですよね。ダブルゼータのハイパービームサムレでビッグサム撃破です。これでこのソロモンの攻略戦完了できるかなと思います。では基地中心部制圧します。
ソロモンの攻略完了です。今日も収録時間は3時間ぐらいになりましたね。報告します。ソロモン方面軍が宇宙要塞ソロモンの制圧に成功しました。これによって我が軍はジオン侵攻の足がかりを、はい、では今回はここまでにさせていただいてですね、まあ、次回はバーワークーの攻防戦の方で、向かっていきたいかなと思います。